かねや。よう来てくれはった。おおきに。わてが死ぬ時にはもういっぺんこのうちに来てくれやす。頼んだ約束ほんまに守ってくれはったんやな。それにしてもきれいな雪や。あかねや、この雪な、あんたのために降ってる雪や。あんたには雪が一番よう似合う。あんたのその美しい肌には雪の花が一番よう似合うてる。月日の経つのは早いもので、あれからもう5年、あなた様もお元気にて図書館にお勤めのよし、風の便りに承っております。さて父大和京五郎、1年前より病を得、自宅にて療養中、この度あの世に旅立ちました。生前亡き父があなた様とお約束いたしました弔い差しの一針、遺言にて申し使っております。遠路のところを恐縮ではございますが、早いうちにお約束相果たしたく、何とぞ京都へお運びいただきますよう謹んでお願い申し上げます。大和勝子。間もなく京都に到着いたします。僕は府立の資料館によって伊藤君に会って、それから町へ出る。4時に地方院の山門で待ってる。僕の分もよくお参りしといてくれ。結婚式まであと3ヶ月。僕たちの長すぎた春ももう終わりですとね。ああ京都、5年ぶりの京都だ。Thank you.
金でございます。お初にお目にかかります。もうちょっと待っとくれやす。急ぎもんでもうじき疾患が取りに来ますさかい、じきに手を開けますさ。はい。おいでやす。娘の勝子どす。大和京五郎、普段は友禅の死体を描いているが、通称堀京という彫り物の名人だ。京都に住んでいる。京都？ああ、だから君さえ承知してくれたら僕は明日にでも京都へ行ってこようと思う。あの女は僕に堀京のことを教えたら僕を失うと、それが分かっていながら教えてくれた。あの女には分かったのさ、君のこの肌の値打ちがな。このぬめった白い肌の魅力が分かったのさ。好きだ。でもこの女とも別れられない。それはこれのせいだ。あかね、僕は君は好きだ。君に惚れてる。嘘じゃない。だがこの女を手放すこともできないんだ。僕はそういう男だ。君には隠しておくわけにはいかない。君も見といてほしかったんだ。僕はこういう男だということ。よしてちょうだい。いや、今あの人の話しないで。失礼します。なんや。寺町の一光堂書店さんがこれを届けてこられました。そうか。ほな、その棚の上に置いてんか。はい。春爪。はい。白川の新井藩に電話してな、展示会用の訪問着の方できてますよって。どうぞ今夜にもと言うとくれ。はい。えらいお待たせしてもらって、すまん。茜でございます。お初にお目にかかります。
大和出す。はるばる東京から来てもろうて、この私が何ぞお役に立つことがありましゃろうか。はい、どうかよろしくお願いいたします。まあ、あらましの話はこの間見えた藤田エイトさんからお伺いしましたが、あの人も強引なお人や。申し訳ございません。アンさんが謝ることは何もあらしまへん。そうでっか、アンさんがその背中に彫り物を背負うと言わはるんでっか。はい、そうでっか、アンさんでっか。藤屋藩のやわるお人っちゅうな。なるほどな。どうぞ。昨日京都行ってきた。困ります、今勤務中だから。君の気持ちが変わらないうちにと思ってね。君に会った上で考えるとさ。いや、しかし困ったよ。堀京の名前を誰から聞いてきたのかとしつこく聞かれてね。なんて言ったの？もちろん本当のことは言わない。それはあの女との約束だった。言えばよかったのに。菊岡春菜っていう女入れ墨師の背中の入れ墨に惚れましたって言えばよかったのに。言っちゃこの話はおしまいさ。京都の堀京は堀氏仲間の紹介では絶対に針を取らない人だと聞いた。難しい人なんだよ。難しい人がどうして私に会ってくれるの？そこは持ち前の強引さで口説いたのさ。苦労して東京から探し探してやってきたっていうことも多少は聞いたようだった。京都行ってくれるね。いいか、体に後の残りようなものはつけるな。和服がいい。紐は少なくした方がいい。あなたを殺してやりたいわ。訳がありましてな。わては今一晩の肌に墨を入れることをやめとります。それにしてもはるばる東京からわてを名指しに見えたあんた藩も藤枝藩もどう見ても堅気のお人や。人にはさまざまな生き方がおます。アンさんのようなお人がその肌に墨を入れようというにはよほどのことがおありやと思います。アン、よろしゅうほす。何も聞きしまへん。そやけどな、肌に墨を入れるっちゅうことは人の幸せにつながることはまずおへん。人間として女子として売るものよりも失うものの方が多いと思います。あんたにその覚悟がありましゃろうか。はい。掘り物は人に見せるもんやない。また見られてどうこういうもんでもない。一度入れたら最後、その人間が一生背負っていかねばならしまへん。後で破ることも焼くことも壊すこともでけしまへん。掘り物を消すっちゅうことは自分が死ぬことだす。あんたはんがどないな思いでその肌に墨を入れようとしてはるのかわからしまへんけど、それでよろしゅうおすのやな。